タ子さん、どうも。これ多分2発目だと思うんですけどね。僕いろんな人にすみません、動画撮ってるんで、多分タ子さんは2回目だと思うんですけどね。あれ ?3 回目かな ?3 回目だ。この前商品買っていただきましたよね。ありがとうございます。そう。3回目だ。はい。3回目ですね。3、3、3。3 3回目のラブレターですねありがとうございます、はい、あのまあ多分僕の商品を買っていただいたけど多分まあ動画見る時間とかないかもしれないんですけどまあ別に勉強していくためにはまあちょっとその時間が必要なわけじゃないですか。で一応そのゆっこさんからもちょっと聞いたんですけどうーんとにかく早く稼ぎたいということだと思うんですね。で今そのいろんな、まあ、体の。 病気だったりとかまああとはその、まあ、家庭の事情でいろいろと時間が確保できないとだけどお金は必要という状況だと思うんですけどこれ、ね、高子さんにぴったりなぴっったたりりりななのがあります実はですね「ドリームアカデミア」に「あの、えー、ブックメーカー投資」っていうあのコンテンツが入ります。でこれはあのなんだろうな。 まあ慣れないとちょっともちろんダメなんですけど慣れてくれば本当にルール通りにちょっとやるだけでまあお小遣い稼げるっていうやり方なのでまあ時間がない場合はこれいいんじゃないかなとは思いますねネットビジネスの場合はやっぱその何かを作っていかないといけないっていうのがあったりするんですよねまあ僕もこうやって動画作ってますけど何かを作らないといけないそれを作るためにまあ勉強したりとかする必要があるわけですよ何かか情報発信するとか まあ、ブログで文章書くとかフェイスブックで文章書くとか動画で、えー、動画コンテンツを作ってアップするじゃあそのネタになるものをなんか勉強したりとかしないといけないんですけれどもまあまあブックメーカーの,その投資っていうのはまあなんだ、うん、そ,その場で勝ちか負けかだけの話なんですよ。うんルール通りにやって勝つ負けるだけの話なんですね。うん、だからまあ,あ時間がない人にとってはまあいいんじゃないかなっていう。で ある程度そこでお金が作れるようになったら今度情報発信まあドリームアカデミアは別にブックメーカーのそのなんか塾ではないので一つのコンテンツとして入れますけども時間がない人でもあのできるお金の稼ぎ方かなと思いますであと、まあ、ブックメーカーを聞いたことがない場合はあのなんだ僕も今そのこのブックメーカーの投資のノウハウって僕の塾生さんが今やってるやつなんですね 熟成さんがまあ、その講義の方を提供していただけるんですけれども、えー、それをですね今毎日検証してます検証動画、まあ、さっきも撮ったんですけど多分31本目撮ったかな多分ね31本ぐらい撮ってるんですよだからちょっと不安だなっていう場合はその検証動画をちょっと見てみてください僕の検証動画で一応その今3今日さっき撮影したんですけど31本 31回動画を撮影してま、まあ、毎日こう検証してるんですよね、まあ、勝つか負けるかに関してで一応31日31日毎日連続して、えー、プラス収支です31日、えー、毎日プラス収支で終わってますはいっていう,うそのノウハウ手法っていうのをドリアカーにこう入ってくるのでうん まあ,でもあくまでもこれは投資お金を使ったお金を増やすっていうやり方なのでうん僕はあんまり推奨はしないんですけどねなぜならばル、まあ、ルール通りにやれば、まあ、負けることとは少ないと思うんですよただまあ投資なんで絶対っていうことは言えないですけどもただそのけ僕が今までその31日間検証した結果はとりあえず1日もマイナスはないという状況です。 不安な場合はその動画全部一日一日僕全部撮ってますんでまあ見ていただければいいんじゃないかなと思います。で最終的にはやっぱ僕としてはそのドリームアカデミアに関してはその情報を発信して情報を発信することに関しては何だろうリスクがないんですね。 例えば YouTube ゼロだし Facebook も0円でできるしブログも無料ブログ使えば0円だし、まあ、基本的にそのインターネットの媒体 SNS って0円でできるわけですよ。でここからどうやって収益を発生させるかっていう、うん、そこが多分一番僕はそこのスキルがあった方がまあ今後絶対いいと思うんですよね。手出しゼロ 手出しゼロでお金を生み出せるスキルっていうのが何よりあった方がいいと思いますしこれができればうん,なんか収入に困らないというよりかは自分の力でですねだいたい普通だったらお金稼ぎたいと思ったらパートに出る、えー、仕事を働く、えー、まあバイトするとか派遣社員として働いて、えー、時間をまあ切り売りするというか労働対価を払ってそのしてもらうしかないんですよ。 でしかもそれが限られてるじゃないですか,だかどんだけ時間使って労働したとしても得られる金額ってもう変わらないじゃないですかでもインターネットのその情報発信とかでお金が稼げるようになったらこれ無限増なんでいくらでもお金を稼ぐことができます、はいまあ、一応僕も13年ぐらいもやってますんでいろいろビジネス見てきましたけどやっぱそのネットで情報を発信して あのお金を稼いでいくっていうやり方をマスターした方が僕はいいんじゃないかなと思いますただそうは言っても情報を発信するまでの過程プロセスっていうのがやっぱ勉強しないといけないじゃあその勉強する時間がないってなっちゃうと、まあ、発信できなかったりするのでだったらまあブックメーカーっていうお金の稼ぎ方もあるよっていう話なんで。 何を選択してもいいんですけどもまあでも最終的にはそこの情報発信してお金稼ぐっていうやり方をマスターした方がいいんじゃないかなと思います。うん、まああとはまあ不安な気持ちですよね。あのうん、まあぼ不安じゃない逆に不安じゃない人っていないんじゃないかなと思うんですよね。うん 僕も一番最初なんかインターネットでお金を稼ぐっていうことが、うん、イメージができなかったんですねなんでイメージができないかっていうとやっぱその今まで生きてきた人生の中でお金を稼ぐってなんかその働いてお金を稼ぐっていうことが当たり前でだったんでまあイメージつかないですよね。 ただ、僕はまあこれはもう体験してないんで何とも言えないとは思いますけど13年間以上これ体験してきて僕が一つ言えることはネットは神だなと思います。で特にまあ今そのデバイスとかも揃いましたしさらにその昔はなんか一家に一台パソコンだったんですよね一家に一台パソコン。で今1人一台スマホなんですよ。 一人一台スマホしかもそのスマホが中学校高校生が持ってるんですよ今つまりどういうことかっていうと日本の人口は増えてないわけですよ日本の人口は増えてないけどもネット観覧ユーザーとにネット観覧滞在時間がめちゃくちゃ増えてるんですよもう一度言いますね日本の人口は減少してますだけどネットの観覧は増え続けてます観覧時間滞在時間ネットに触れる時間 このここれめちゃめちちゃゃ増えてるんですねこの前も電車乗ったんですけどなんか中学生か高校生かななんかその部活帰りかわかんないんですけど4人座ってたんですよ前にでみんなスマホやってんですよ時代変わったなと思ったんですけどねだから今何なんかビジネスとかなんかやっていくんだったら絶対ネットしかないですと僕は思いますうん まあ大企業とかであるならばその高齢者向けのビジネスとかできる資本力を持ってそういうなんか施設とか作ってサービス提供できるかもしれないですけど一個人が一個人がその高齢者に向けての,そのなんか施設を作ってなんかサービスアフターサービスしていくとかそういうのはまあねこれから高齢化社会なんで絶対需要は高まるわけなんですけどじゃあ僕たちがそこに参入できるかっていうと無理だと思うんですよ。でもネットの場合は まあ個人でも誰でもできますので,でさらにその需要が今からどんどん伸びてって要はネットを見る側か発信する側かは二極化に分かれるんですよ完全に。で見てる側の方が多いんですね動画を見てる方人も多いしうーんサイトを見てる人の方が多いしだからこれからもネットで情報を発信する側かその情報を見る側かどっちかあとはその大企業とかになるとそのゲームアプリとかを作れる。 のか作れないのかとか。まあ、今全部アプリなんでだアプリまあ。もうみんなその今儲かってる。会社っていうのは全部ゲームアプリなんですよ。例えばその dna とかも。あのー、昔そのアダルトのやつやってましたけど、今めちゃめちゃ儲かってもう会社とかすごいんですよね。で、dn あ dmm か dmm もそのアプリゲームアプリでめちゃめちゃ儲かってて。あとその dna かあの dna。 えー、あのー、野球を買収したとこですよね DNA も、えー、何が一番儲か,ってるから儲かってるかっていうとゲームアプリですねただ DMM はあの FX の証券とかもやってるんでそっちもまあ儲かってるとは思いますけどただまあ話を聞くとやっぱゲームアプリがすごいって言ってましたけどね、うん、だから子供たちゲームアプリめっちゃしてるんで あとパ,元さんパズドラを作った元ーさんも一時期株価ぶわあありましたけどだからもう時代は変わっているので会社もどういったサービスを提供するかによって多分今後このはや時代の流れが早い中生き残っていくためにはどういうものを提供しなければいけないのかっていうのも会社も多分変わらないと多分、うん、生きていけないしそこで働いてる社員も首切られる可能性もあるし東芝さんとかも。 あの危なくなってまあ、今どうなったかわかんないですけどまあ何千人リストラすよね東芝もとか、まあ、本当にこの時代何があるかわからないし時代の変化が早いんでなんかその自分でなんかお金を稼げるっていうスキルは本当に一つあった方がいいと思いますしその中でインターネットを使ったビジネスっていうのはあのリスクゼロで始められるんで僕はいいんじゃないかなと思います。ままあ不安はもちろんあるとは思いますけどじゃ この仕事やろうこの仕事やろうこの仕事やろう私にもできるかなっていう不安は絶対あるはずなんですよ例えばその求人広告見ても初心者大歓迎みたいなね笑顔で初心者大歓迎みたいなねだけど、うん、入る前って私でもできるかなって不安あると思うんですよ新しいことである。今までやったことだったらやったことがあるんだったらまだしもでもやったことがあっても新しいお店とか例えば僕高校生の時にスーパーのレジやってたんですけど 例えばじゃあスーパーのレジの経験はあるけど他の新しいそのお店にバイトする時に僕もここのお店大丈夫かなっていう不安あるし面接,する面接の時も多分緊張するだろうしだからみんな不安はあるんですよだから結局不安から抜け出せないですね。不安からは抜け出せないんだったらじゃあどの可能性を選択するか。 自分がどの可能性を選択するのかっていうのが重要になってくるんじゃないかなと何を選択したとしても何を選択したとしても不安は絶対出てくるわけですよだったら可能性があるものに、えー、トライした方が僕はいいと思いますで僕はその13年前になりますけどこれからインターネットだと思ってネットの世界に入って13年やってきたんですけど僕はあの選択が良かったなと思ってますまあこれは結果論ですけど ただもう13年間インターネットをやってきて本当良かったなっていうのはめちゃくちゃ思いますね。うん、時代がついに追いついてきたかと。<laughs> って感じです。だから何をまあかなりちょっと長くなっちゃいましたけど何を選択しても絶対不安は出てきます。だから、えー、どうせ不安が出てくるんだったら可能性があるものをチョイスした方が、えー、いいんじゃないかなと。 いうところでございます、はい、本当に何の仕事をやるにしても絶対不安はあるんで緊張もするだろうし面接する時うんはいということであのちょっと長々なってしまいましたけれどもまあいろいろと悩まれてるんであるならば悩んでください、はい、何を選択するにも悩むんで大丈夫ですとことん悩んでくださいただ一つ言えるのは何を選択何をやるにしても 悩むし不安だし、うん、だから結局悩んでも解決はしないんですよね何も前には進まないんですよだから前に進みたいんだったらもう悩む不安前提で可能性があるものに別途していくし歩いていくしかないんで選択していくしかないんでじゃないと前に進まないですからねうんはいということで悩んでください終わります人生は人生とは 悩むことである以上ですありがとうございます